イドーン。さあパート2始めていきましょうか。ワンショット。さあやっていこうね。さっきからね、あのポンコツロボがねテク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 歩いてるんですよ。で始まった途端にね、いきなりこの画面っていうね、あのなんかよくさ、その始めるときにさ、なんか続きから始めますか的なやつが、こう大体のゲームあるじゃないですか。これないっていうね、いきなり始まってびっくりしてですね、聞こえるの、聞こえてる。あ、だいぶクールな俺ですね。だいぶクールなキャラみたいなんだけど、全然そんなことないから、なんかもう、ああ、よかった。何が起きたの？一瞬何もかも真っ暗になった。あ、ごめんね。とりあえず切ってたからだね。で、質問があと2個残ってたんで、やっていきましょう。他に質問が、はい、うん、どうぞ何でも聞きください。予言について。予言ってどういうお話なの？預言者は救世主が他の大地から訪れてくると預言しました。その救世主は奇妙な家で目覚め、太陽を見つけ出し、そして世界を照らすと。君は他に何をその予知したの？どういう意味でしょう？その預言で他に何が見えたの？待って、君が預言者なんだよね。まさか。違います。でもさっき私の預言って、それはただ私のプログラムに組み込まれているという意味でござる。私を導くのは私のプログラムでございます。つまり私はロボットなのでございます。そうなんだ。あれ、確かロボットっても立ってるだけみたいな話じゃなかったっけ。はい。でラストの質問、あの塔について、塔ってどのくらい高いの？てっぺんまで見えないよ。それにお答えすることはできません。でもどうやって上まで登ればいいの？いずれブルーホースが俺が答えを知ってるのか。ほー、任せてください。そっか、一末の不安しかない。とりあえず好きに探索してくれっていうことを言ってたので、なんかもうとりあえず入っていきましょう。頭だっけ。どうしたのかな、臭いのかな。大きい機械、金属を、あ、なんか後でなんか使うのかな。とりあえずですね、自由に探索してくれって言われて、もし使う、そしてミーが巻き込まれたらそれで考えるのやめよう、実行するのもやめようって感じですね。なんかまあ好きに探索すればみたいなことをですね、すごいぶっきらぼうに言われたので、まあ、とりあえずいろいろ見て回ろうと思うんですけど、どうしたんだろうね。動力がないみたい。ああ、なんか寂しそう。ていうか、あれなんだよ、電気がねえみたいな、太陽がないみたいなこと言ってたくせに、なんかあれは動いてるってなんか不思議な話ですよね。なんかある。おねえ座り。大丈夫そう。努力がないだけ。いえ、動力がないことが問題だと思うんですけどね。とりあえず、うわぁ、また南極。何とりあえず、テク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 歩いてるんですけど、端っこどこよ？これが端っこ？オッケー。あ、行けない。飛び降りれない。すごいね。何にも始まってないよ、このゲーム。とりあえず、なんかいろいろ言われただけっていうね。で、だんだん細い道も歩いていくよ。わあ、行かない。なんか落ちた。毒ガスの吹き出す区域は局地的であるものの、不毛の地の作業員はガスマスクの着用を推奨された。当然ながら活発な通気口の周辺では着用を義務付けられていた。作業員がロボットに置き換えられるにつれて放棄されたガスマスクが余るようになった。全て廃棄するのは無駄に思えたため、緊急時に備えていくつか残しておいた。はいはいはい。じゃあそのガスマスクがないと、お亡くなりバイバイっていうシーンがいずれ出てくるっていう話ですね。ああ、なんかあったあったあった。あ、あれじゃないですか。自販機。喉乾いた。そろそろ。もうなんかわかんないけど、ああいうのなんかちょっとね、もうパート1でトラウマになってるよね。なんかまたあった。破れたページのインクがかすれている。採掘作業が円滑に進んでいる今、資源はもはや私たちの制限因子ではない。身体的にも知能的にもより強力なロボットを作ることができるようになる。特に金属合金291の発見によって高性能電気回路の開発が可能になるだろう。291ね、覚えていた。覚えた。291ね、覚えた。にくいね。水。またなんか、待って待って、こんなさ広くてさ全く何も超適当に進んでってるけどさ、あ、ここは登れないのね。なんか鳥の足みたいなのがいっぱい、ロボットでは動かない、他のと一緒、なんか千鳥足みたいなのがいっぱいありますね。で進んでいって何もないところで、わー、行っちゃった。とりあえずなんか今の上行きそうだったので上行ってみましょうか。
ロールジュってお邪魔しました。その電球、どうもメセナです。そう言われたよ。もっと背の高い人を想像してた。悪かったな。少なくとも子猫みたいな見た目じゃない人。そうよね、あなたは猫科でしょ。違うよ、ミーは人だよ。でも猫みたいな目をしているわ。でも猫は四足歩行だよ。まあいずれにしてもあなたのような子供が救世主だなんて少し変な気持ちになる。でもさっきロボットが間違いないって知ってる。はあ、自分は聞こえるかもしれないけど、正直あなたは早くお家に帰って世界を自然に滅びてしまった方がいいと思うの。この世界は長きにわたって崩壊し続けている。この様子だと太陽では修復しきれない可能性が高い。どんなありさまかあなたも見たでしょ。ミーたち、実はまだあまり知らないんだ。ミーたちって、ちょっと巻き込まないで。それに帰ることだってできないし。あら、じゃあ来たばかりなの。ということは塔に向かっているってことかしら。うん、そこに電球を、太陽を持っていかなきゃダメなんでしょ。そう、頂上にね。塔には私たちでは到底理解できない力が存在しているの。そしてその力は頂上で凄まじい強さになる。使命を成し遂げたらあなたを故郷に戻してくれるかもしれない。本当かは分からないけれどね。まず貴様、名を名乗れ。なんだこの身長高子。塔には何があるの分からない。誰も入ったことがない。少なくとも歴史に残っている中でね。じゃあ誰が建てるの。建てた。私の知る限りであの塔はこの世界が誕生してからずっとバーベルの塔。ありましたよね。思い浮かばない。講座についてのこと聞いたわ。ごめんなさい。あなたがどう感じているか想像もつかない。もう2週間もたたつらないだろう。コギロボットが解除されるような時間の問題よ。とりあえずこのメッセージを受け取ったら私にしたってね、キップより。でこれ何、ね、この瓶の中には小さな光るエビ。それでも光ってない。後泳いでないの。もそんな2日前に補充したばかりに後で岸まで行かなきゃいけないよね。何の話してるの。何の話。それを去らないで、あ、少し見るとこれはない。バックアップ用のパワーセルですね。これのおかげで私たちも続けられている。不毛の地にある主要発電機は少し前にて、全然落ち着きないじゃん、あのキャラ。ずっと歩き回ってんじゃん。太陽が消えてから1週間とも持たなかったわ。そうなんだ。私たちにできることは今ある光を無駄にしないこと。なんかあるんだけど、どいて邪魔。棚から何か飛び出て、これはドライバーだね。欲しいなら、そのうち役に。いいの？ドライバーってあれ、ゴルフ打つやつ？でも、わかりやすいようなボケかましやがって、ボケってね。上は金網で覆われている。エビがいっぱいいるんだな。銅鉄で作られたチェステーブルだ。ほこりがずっとないよ。誰でもチェスそうなの？他のロボットとも。チェスができるようプログラミングされたロボットは不毛の地には一体もない。さらに言うと、制御化されたロボットもね。制御化っていう意味をね、多分使えばベッドが手伝いできる。あまりね、心地よさそうから。もういっか。とりあえず行こう。なんか、いけつかない女でしたね。でも、ああいう女こそね、ちゃんとね、調教するといい声で泣くんですよ。待って。おーおー、ついてきた。ストーカー。こっちの方向に歩いていくのが見えたの。安全は保証できない。もし入る必要があるなら私の職務でせめて一度は同行させて。やった、ありがとう。喜ぶんかい。そしてついていくんかい。邪魔しました。今こっから出るのが失礼だよ。おお、そうか。気をつけて。わかりました。で、地面に小さな機械が落ちる。カメラみたいな形でしょ。正確にはカメラだったものです。それは残骸。以前はおそらくロボットのパーツだったんでしょう。は違うかもね。わからない。手に入れるんか。とりあえずまたエビがいるよ。あのエビがそのなんかその光を発するのやつなのかな。ホタルイカじゃないんだね。遠くに黄色い光がかすかに見える。端には近寄らないで。あ、ごめんなさい。トンネルの入り口すらも崩壊したよね。車両がなければ進めないわ。歩いていっちゃダメなの。私は問題ない。でもあなたは安全基準法違反、許可できない。あ、一応法律はあるんだ。この地図、私たちは産業化時代に入ることができた。今もつか。ごめんなさい。現実世界に虫が飛んできました。だしばらく前からね、太陽がなくなった当時、住民がパニックに陥っている中で一番最初に放棄されたのがこの講座。ロボットすらも全て退化させられ、それぞれに別の役割が与えられたわ。そうだったんだ。でも一体だけずっと戻りたがってた。そうなの。無事だといいけれど。はぁ、ちょっと待って。あのさ、文章読む量が多すぎて、だって頭がパニックになってきた。気をつけて。もういい。もう出る。うん。あ、ここは私に許可を取らないで勝手に進んでいくんですね。で、とりあえず、こっちに行こうとするとまた、ああ、こう、なるほどね。じゃあ、なんか車両を取ってこなくちゃいけないっていう感じなんですかね。なんかね、嫁さんは、あれ、今、ゆっくり実況で見たんですか？あ、違うの、普通の実況で見たってことなんですね。どうなの？こんなペースで喋ったりとかしててさ、大丈夫なのかな？多分、もう、ふん、笑ってるってことは多分ダメなんだろうね。もうちょっと落ち着いてプレイしなさい。もしくはもうちょっと落ち着いて喋りなさいっていう警告なんでしょうね。おお、ブルーホス、ここの空気なんか変。息するのが辛いよ。あー、ガスマスク手に入れたら、もう誰だよ、こんなところで。ガ
ス出してるやつ。よいしょ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 。あ、なんかある、なんかある。あれまだ読んでないやつじゃない。ウィー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 。あ、やっぱりね。ほい。太陽が戻ることなく、そして深淵は私の名前を呼んでいる。すまないみんな。暗闇が私たちの生きるのを止めに来る前に去ってしまうことを許してくれ。なんかバイオでいうところの感染した人が最後に書くようなやつでしたね。おでくとかね、うまい、じゃかゆい、うまってやつですね。全然違う気がするけどな。ここは戻ってきた感じがしますね。じゃあちょっと上進んでみましょうか。上の方からはいけるのかな。あ、いけないね、いけないね。じゃあ、まあ、いや、戻っちゃったし、こっからまた上に戻る。いけない、突っかけた。この工場もなんか最終的に稼働して、わっしょいわっしょいガッシャンガッシャンするんですかね。うん。で、井戸は、わー、落ちなかった、わーってやつですね。ああ、ここに戻ってきたのがあって、そもそもここなんだって話だよね。あ、パソコン。電源が入らない。電源、電源は入らない。また、ほこりっぽい棚。またこれなんか、自己充電型太陽バッテリー、モデル NH7。1年間の保証付き、レンズを上向きにして、自己充電型バッテリーを日の当たる場所に置いてください。数秒で優秀。トラブルシューティングマニュアル。バッテリーが充電されない場合、前面のレンズが輸送中に外れた可能性があるので、一度の充電で10日ほど持続します。保証期間内に充電サイクルの低下にお気づきになった場合は、製造者にお問い合わせください。ちょっと待って待って待って、あ、ボタンを持ち間違えてきた。面白そうな箱だ。何かこじ開けるものがあればな。あーはぁ、これだ。違う。ドライブ。使ってレンズを外せばいいの。分かった。できた。あ、できたんかい。で、あ、ちょ読まない。ロボットは人間に危害を加えてはならない。また人間に対する危害を感化してはならない。ロボットは人間の命令に従わなければならない。ただしその命令が第一条に反する場合を除く。ロボットは第1条または第2条に反する恐れのない限りその存在を守らなければならない。まるで T800 のようだ。何この雑な地図。これを見て、で、ここのタワーに登れても、タワーって書いてあったね。タワーって。特に調べるものもなし、あの箱をなんとかしなくちゃいけないんだな。で、あの箱には開けてびっくり。タワテバカー。色褪せたポスターだ。全作業員へ注意書き。最も珍しい形態の青色蛍光体は蛍光エビの放卵周期に発見することができます。池の水面側で覆われているのを発見したときは直ちに仮分の子に、即時に採取チームを、投稿させます。鉱山で新たに5つの職種が募集を開始。待遇には住居提供やその他の条件。やばい、夜にやってるからごめんなさいね。なんかちょっと悪夢が出てきてるな。まだなかったね。どうほい。公認としてロボットが任命されるのは異例の処置だろう。ことさら昨年起きた事件当事者がその交代要員だなんて、彼女を町から追放しなければならないのは理解できるが、その理由だけでここの作業員が納得するはずがない。あの男、自分が何をしているのか分かっているの、分かっているというのだが管理部。今のところはなんか全部使えなさそうですね。引っかかってる。ほい。さーて、どこに進んでたらいいでしょうね。じゃあ今度は上に行こうか。とりあえずこれだから今周辺にいるってことですよね。ウォールマリアとかウォールローズとかなんか何でしたっけ、進撃の巨人でいうところの大中小みたいなさ、壁があるじゃないですか。あんな感じでこうだんだん中に入っていけばいくほど守りも強固になっていくっていうような感じなんですかね。誰もそんな話聞いてねえわっていうところだと思うんですけど、どこに進めばいいんですか。なんかあるよ。誰だお前。こんばんは、ブルーホースいる。あ、俺を呼ぶのか。え、いいえ、
そんな、待って、今反応してた。冗談がうまい。船でくっついてる。でも多分修理できると思う。どの道とまで行けないこの。すごいなこいつ。何でも見通しじゃん。怖っ。やっぱりホラーゲームだったみたいですね。あ、電車ある。なんか落ちてる。これ鉄パイプだ。ここのターミナルのとこから降りたんだろうね。で、あの鉄パイプでこじ開けるみたいな。これ何？ちょっと歩きつつやな。お昼寝してもいい？あ、どうぞ。あのね、急にその、あのさ、あの、ベッドで寝たわけでさ、お昼寝したんですよね。そしたら勝手にゲームが終わってですね。で、しかもずうずしいことにまだそこにいるって、己が寝たんやないかーっていうツッコミはまあ、さておき。はいって、ああ、今度ははいなんだ。ああ、じゃないんだね。今ね、夢を見てた。知ってるよって。本当？ってすごいって、俺もすごいやつになっちゃってるみたいですね。家にミーが住んでた。帰ってこれたんだ。あのミーの世界だと太陽は電球じゃないんだよ。空に浮かぶ大きな火の玉なんだ。この世界、神様の世界たちが手に持つことはできないんだ。ここは私の世界ではないぞ。いや、私が創造主だ。え？私はこの世界の一味。なんかめっちゃさ、なんかさ、渋いキャラにしていくのやめて。全然さ、この現実世界の私とさ、キャラが違いすぎてさ、神様住んでる世界って、まあ、内緒、内緒。なるほど。神様の世界の太陽はあるの？それは言えないな。そう。ミーの世界で太陽がすごく明るいんだ。それに暖かい見たでしょ。でも時々なくなっちゃうんだ。夜とかに何もかも明るくなる世界の日。でも次の日には必ず戻ってくるから大丈夫なんだ。すごいでしょ。そうだな。うん、夜になるとね、いつもみんなお布団に入るんだ。でも時々寝ずにコンピューターいじってる人もいる。お、俺みたいなやつだな。コンピューター説明しなくても分かるね。この世界にもたくさんあるし、そろそろ先に進む。あの、喋り始めるとマジでその、あの、スピードが半端に、ああ、また息するのが辛いよ。戻りましょう。ってことは、まずやらなくちゃいけないことはガスマスクを手に入れることだと思うんですけど、ってことは、これ今、ある程度行ったってことはですよ、さっきなんか鉄パイプ拾ったじゃないですか。鉄パイプでさっきの、あの箱をガチャガチャって開けたら、その中にガスマスクがあって、そのガスマスクを拾って次のステージに進んでいく、どうやこの推理と思うんやけど、それが、まあ、外れてたら、奥様に関してはですね、このゲーム実況を見たことがあるそうなので、今私ノーヒントでやってるんですけれども、ざまーって思われちゃうんでね、ぜひともこれ正解しててほしいんですが、違う、おら、あー、外れたー、マジかー。どうしたらいいの？平たくしなきゃいけ、あ、平たく、あ、分かった。平たくってことは、あれじゃない？さっきの、こっち。下、引っかかって。で、これ出すわね。で、奥行きます。で、なんか一個だけ動いてるさ、不届き者がいたじゃん。これだ！これでパイプを潰せばいいの、ブルーホース。うわ、でもあまり近づきたくないな。潰せー！怖かった。道安江さんかよ。脳みそチューチューする。脳すっこまてんストローでチューチューするってな。そんな恐ろしい話を言っといてさ、これでいけるでしょ。これで、こうバールのようなもの、バールになっちゃったよ。これでいけるっしょ。これなら、ドア開けた。そしてガスマス、ん？横にバッテリーって書いてあるよ。え？壊れたバッテリー。もう何もできることがなさそうだよ。ちゃんと先に進めてる気はするけどね。レンズにぴったりはまった。傷一つない充電でこうして、太陽の光を直接バッテリーに全然思いつかなかった。ナイスアイディア、ブルーホース。あ、充電し終わったもんみたい。一瞬だったね。充電済みのバッテリー。組み合わせられない。瓶は割らないよ。ああ、そっか。あ、ガスマスクじゃない。ちょっと待って。今行けるところで行くと、次どこだ？え？後ろで編集さんが忍び寄ってきている。怖い。ガスマスクが手に入らなかった。なんか、バッテリーを
充電されただけなんですけど、これを持っていって、あーえじゃあこっちだっけ、違うな、どこだっけ、お姉ちゃんがいたところじゃないですか、あの調教師がいなりそうなお姉ちゃんのところ、こっちじゃなくて、なに、トランペット使う、トラベル使う、トラベルを使う、どこだったっけ、三原市台じゃなくて前哨基地だっけ、違うね、崖、ここどこ、あーここか、三原市台は、あこれか、でここ戻ってきました、でこいつだ、横にシルバーって、それは重要じゃない、分かった、じゃなくてこれを使って、感電した、触らないでって言ったのブルーホースがやれって言うから、実績のロックを解除しました、シャーク、もう騙されてないぞブルーホース、あれあれ違うのか、ちょっと待って、え他に手伝うことある、大丈夫、ありがとう、ちょっと、まあ、あの動画の時間も長くなってしまったので、あとあのちょっとよくわからなくなってきてしまったというのもありますから、一旦ここまでにしましょう、ここまでにして、また次回ですね、あの謎の解決をしていくようにしていきたいと思います。ということで、途中なんかのお昼寝で休憩も挟んだりなんかしたやつもいるんですけれども、なんかこいつ怖いね、結構ね、やっぱホラーゲームなんじゃないかっていうあの疑念が未だに拭えないんですけど、まあ、そのとこは差し去っておいて、あの次回またいろいろと進めていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。